タレントみんなやめんじゃないのと、木村拓也51の LINE メッセージにスタート社長が涙した理由。これを我慢しないと売れないから、帝国崩壊から1年、ジャニー北川の財が明るみに出るまでから続く。画像、ちょ待てよ、キムタクと草薙が6年ぶりに再会した日木村拓也がインスタにアップしたもの。 ジャニー北川氏による性加害問題を受け、ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。が被害者への保証終了後に廃業する方針を示してから1年が経過した。所属タレントのマネジメントを担う会社として新たに設立されたのが、スタートジュリー氏にあって、モンスターの印象はなく。社長就任のきっかけは、旧ジャニーズ事務所の前社長。 藤島ジュリー稽古氏からの誘いだった。NPO の知り合いからジュリーさんと会ってみてくださいと言われました。まあ、むちゃくちゃ驚きましたよね。一連の報道を目の当たりにしているので、どうして自分が呼ばれたのか色々考えましたよ。複雑な思いを抱えながらジュリーさんと会いました。会見の一週間後くらい、10月10日か11日です。 初対面のジュリー氏は、憔悴しきっていたという。ジャニーズ事務所の廃業を決めた後でしたからね。一方で、極めて優れた音楽プロデューサーの方だなという印象も受けた。一部で報道されているようなモンスターの印象はなく、ロジカルな話し方をされるなと思いましたね。ジュリー氏は、エージェント性について、いくつも質問をしてきたという。アメリカの仕組みや、 具体的なビジネス上の問題について聞かれました。僕は7年前から、ノンことノーネンレナのエージェントを務めています。それに2019年の公正取引委員会のスマップ問題、ジャニーズがテレビ局に対し、対処したメンバーを出演させないよう圧力をかけた場合は、独占禁止法に触れる、恐れがあるという注意処分が起きた際に、メディアの取材を受けて、 タレントの自由とは何かという話をしていた。ジュリーさんからはすごく細かい質問もありました。最初のオファーは断った。当初、福田氏は社外取締役への就任を頼まれたという。新会社の社長は当初保証問題を扱うスマイルアップ。社長の東山のりが兼任することになっていた。だが、 東山が保証問題に専念することになり、福田市に白羽の矢が立った。最初に社長のオファーをいただいた時には一度断りました。こんな重責はとても無理だと。これだけの世間の批判にさらされて、いろんな問題も起きているから難しいと思ったんですけど、心変わりには、いくつかのきっかけがあったんです。その一つは東山の存在だった。 エンターテイメントだ。同社の福田敦志社長は昨年末に週刊文春で150分に及ぶインタビューに応じ就任の経緯や一番最初にあったという木村拓也とのやりとりやめじゃにとの共演スマップ再結成の可能性についても答えていた。当時の記事を全文公開する。書出 週刊文春2023年12月21日号。年齢、肩書きは当時のまま。1999年から始まった小ジャニー北川氏の成果外キャンペーン報道。以来、現在に至るまで、旧ジャニーズのタレントは一度たりとも個事の取材を受けていない。福田氏という新たな地が入ることで変化は生じるのか これから文春でインタビューを受けてくると社員に告げたら皆青ざめていましたよ。本当に大丈夫ですか無事に帰って来られるんですかって。戦場に行くわけじゃないんだから笑い。150分に及ぶインタビューの最中、福田厚新社長58はこんな冗談を飛ばすのだった。日本の芸能界を厳しく批判してきた。12月8日、 旧ジャニーズ事務所からタレントのマネジメントを引き継ぐ新会社の社名が、スタートエンターテイメント、スタートエンターテイメントと発表された。新たな経営陣も発表され、代表取締役 CEO に就任したのが、株式会社スピーディ代表の福田氏である。福田氏は新会社が採用するエージェント制の日本における先駆けとして、7年前から女優、 ノンのエージェントを務めていることで知られる。遺跡や独立が認められない奴隷契約や人気タレントを出演させる代わりに自社のタレントを押し込むバーター出演。福田氏はそのような球体以前とした日本の芸能界を厳しく批判してきた人物であり、その絶望は旧ジャニーズ事務所に向けられてきた。そんな福田氏がなぜ社長に就いたのか。 新社名の発表直前、古紙の独占取材に応じた。